ヤーズキャンプです。いつもご視聴ありがとうございます。今回は東京クラフトさんから発売されているテンビというテントについてご紹介したいと思っております。もともと東京クラフトさんとはマクライトっていう焚き火台だったりとか、ダイアフォートっていうテントだったりとか、いろんな商品を一緒にレビューさせていただいたりとか、大変お世話になってるんですけど、今回インスタグラムで3月か4月ぐらいにこの商品が販売されるっていう情報を得て、画像とか映像とか見たんですけど、めちゃくちゃかっこいいテントだなと思っていて、本当に僕の好みっていうところがすごい心にズバズバ刺さったので、僕から本当に3月4月ぐらいに連絡させていただいて、すごい人気商品みたいなんで、やっとちょっとこちらレビューさせていただく形で届いたので、今日は何泊か家族で連泊するので、そこでのまあ、リアルな使用感だったりとか、設営までも詳しく見ていこうかなと思ってますので、ぜひ最後までお付き合いください。先ほど家族でってお伝えした通り、このテンビシェルターっていう、まあテンビですね、テンビシェルターって言われているこのテントは、まあソロでもちろん使う分にはめちゃくちゃ広い感じの空間で使えるんですけど、デュオとか、ファミリー 3,4 人のファミリーで使えるようなことを想定したテントになっているので、なので今回もうファミリーでキャンプ行く、家族でキャンプ行く機会があったので、このタイミングで家族での使用感っていうのが一番リアルかなと思ったので、選ばせていただいてます。じゃあどんどん開封していきますね。そこまで生地の知識とか詳しいところは口頭ではなかなかうまく説明するの得意じゃないので、字幕しっかりつけときますので、細かいスペックだったりとかそういうのはそちらで補足として確認いただければと思います。なので率直なこの生地の感想とかそういったところをちょっとリアルに伝えていきたいなと思ってます。開きましたね。引きましたね。袋もしっかり大きさがあるんで余裕持って収納もできますし、開けるのもすごいスムーズでした。で、袋に関してはここダブルジップですね。しっかりダブルジップになってますので開閉はすごいしやすいです。色味ですよ、これめっちゃかっこよくないですか。テンビもともとグレーとカーキがあるんですけど、やっぱりヤーズキャンプといえばカーキなんで、このカーキのカラーを選択させてもらってます。いや、いいっすね、かっこいい、テンション上がります。重さは約多分10キロですね、全て含めて10キロぐらいっていう形なので、まあ、そこまで重くないっていうところですね。はい、中身はテント本体とフレームになるポールが3つですね。3フレームですね、ついているって感じです。テンビの特徴はこの3つのフレームで自立するようなテントになっているので、これから設営するんですけど、設営はめちゃくちゃしやすいというところで、僕も説明の動画とか見たんですけど、めっちゃ楽だなと思ったんで、そこはちょっとリアルにやっていきたいなと思ってます。あとはロープ関連がついていて、これがハンギングベルトですね。で、ペグです。ペグがしっかりついてます。で、東京クラフトのいいところってこのペグがめちゃくちゃ頑丈なペグが入ってるんですよ。これしっかりもう即戦力で使えるのめちゃくちゃいいですよね。ほんといいペグっすよ。めちゃくちゃ頑丈で、しかも長さもあるっていう感じなんで、これぐらい頑丈なペグついてると本当に付属品のペグって大体使わないことが多いんですけど、これだったら全然しっかり使えますよね。めちゃくちゃかっこいいです。したらポールを作っていきますね。まずは後方の黒いポールから差し込んでいきましょう。ポールの差し込み位置とかも色で表示されているので非常にやりやすくなってますの で、ポール自体はすごく軽くていいですね。すごい重さもないんですけど、ただ素材としてはすごい頑丈っていうのが効いているので、このポール差し込んでいきますね。
ポールを通したらこのここにカチャッと通すような感じですね。こんな感じでポールの色に合わせてここの色を変えてるんで、グレーだったらちょっと撮影中なんですけど、息子が来ましたねちょっとこの色のポールだったらこれに入れるって感じですね。何じゃないの、手伝ってくれてるの、うん、ありがとう。ここだ、ここまだちょっと待って、まだじゃない、合ってるよ。あ、ここね、こうやって言えばできる。そう、できるできる、やってろー、ありがとうね。言えばね、こんな感じかな、こんな感じで通しますね。あ、はい、いいですよね。で、そしたら最後にここですね、ここに中心になるポールをグッと曲げて入れるような感じになるので、ちょっと入れていきたいです。こんな感じのポールです。こうグッと湾曲したような感じになります。立ちましたね、すごい。完全に息子興奮してますね。中入ってますもん、早速これで友人に固定します。この辺りも全部ですね。これの場合これか、このフックでかぶせていくような感じですね。パチンと止めていきます。いや、かっこいいですね。ちょっとピンと張れる感じになったので、だいぶ形が出来上がりましたけど、想像より大きく感じますね。色味いいですね、カーキの感じが。息子がさっきからずっとテンション上がって、何やってんですか。あ、出てきましたね。はい、はい、お帰りなさい。うん、後ろから見てもかっこいいですね。本当かっこいいですよね、デザイン。映像で見た以上ですね。で、ここからはあの周りペグダウンしたりとか、ロープでピンと張ってより綺麗に見えるようにしていきますね。こんな感じで各サイドをペグダウンしていきますね。で、あの元々ついてる付属のショーの方をこの辺りはやるみたいなんですけど、家から他のペグしっかり持ってきてるので、頑丈な大体大ペグで今回止めちゃってますね。はい、っていう感じでロープも含めてテンションをしっかり作ることができたんで、これでちょっと出来栄えはちょっと置いといて、まず完成という感じですね。なんでちょっと中一回開けてみますね。今中入ってみたんですけど、まず言えることは超広いですね。僕170身長ないんですけど、一番前方の部分はあの頭つくことなくいけますし、空間の感じがあったんですけど、まあ普段ソロでやってるっていうのもあるんですけど、すっごい広く感じます。で、この前方の入り口の部分は、しっかり巻き込むことができるので、こんな感じですね。まあ、1人のためのトグルが3つついてるんで、しっかりこういう広い範囲の前の状態のシートも上からまくることができます。こんな感じで、もちろん前面ですね、入り口の部分フルメッシュになってるので、まあ、虫が来ないというか夏場っていうところの風通しもしっかり作ることができますし、こういった機能もしっかりしてますね。で、天秤はもう本当にメッシュにできる構造の部分がたくさんあるんで、1個ずつ紹介していきますね。今内部に入ってるんですけど、内部のこのサイドの部分ですね、ここもメッシュにできます。こんな感じで、すごくないですか。もうスッカスカになるんで、これ風通しめちゃくちゃいいですよね。
くっと。でもちろんここも巻き取りができるしね。後ろ側ですね。後ろ側もここ開けていただいてメッシュできるんですね。こんな感じですね。この後ろもこんだけメッシュにできたらもう入り口からの風と後ろの風が通るので素晴らしいですね。でこっち側は、まあ、ここから開けたとして出てってとてじゃなくてさ、この状態でこっちも閉めることで、ね、体力がはいはい、押しててください。テンビの最大の特徴ってやっぱこの感じですよね。上の部分、この見下ろすところがメッシュになってるんですよ。まあ、メッシュにすることができるんで、このシェルターにいながらこう外の景観、景色を見ることができるのがすごい綺麗ですよね。いいですね、朝日が差し込む感じがめちゃくちゃ綺麗ですね。まさに天日です。これをやりたかった。天井見下ろすと本当にこう見えるんだよね。すごいよね。これがなんかすごい綺麗。よし、これであとはハンギングベルトですね。こういうのついてると助かりますよね。中であのランタンとか照らしやすくなるんで。わ、いいっすね。これめっちゃ助かる。オッケー。よし、これで完成ですね。今一度全体感を見ていただきたいんですけど、いや、かっこいいっすよね。遠くから見るとちょっと今日の今の色味だとグレーっぽく見えますけど、近くで見るとしっかりカーキっていう感じですけど、どこの角度から見てもかっこいいっす。いいね、サイド部分もかっこいいですね。このポールが湾曲してグッと周りを包み込む感じ、またいいですよね。いや、後ろのフォルムめちゃくちゃかっこよくないですか。これあの初めて紹介されてる動画だったりとか、東京クラフトのサイトの動画とかで見たんですけど、このバックのシルエットかっこいいっていうのは確かにめちゃくちゃいいですよね。どっから見てもかっこいいっていう風に言ってたんですけど、まさにその通りだと思います。で、言っていた生地ですね。生地がこれリップストップの生地使ってますので非常に頑丈です。破れても拾いにくいっていう感じですし、やっぱこうしなやかさってとこもあるんですよね。この生地の良さっていうのは、しなやかな感じの生地にこのカーキの色の付け方がすごい絶妙で、グリーンすぎちゃうとちょっと派手になっちゃうんですけど、ちょっとこうグレーかかったような個人的な感じですけどね、個人的な意見ですけど、この色味がめちゃくちゃかっこよくて自分の色味の好きなキャンプスタイルに合います。ちょっと伝わるかわかんないですけど、これ細かいこうメッシュの部分の素材感もすごい良くてですね、例えばこの辺のステッチとの歯切れというか、この縫いのフィニッシュ部分とかもすごい綺麗に作ってますし、このリップストップの生地とこのメッシュの切り替えのこの部分とかもすごいよくできてますよね。おはようございます。いろいろバタバタして3日目の朝ですかね。昨日の夜雨降ったみたいなんですけど、天日の防水性ですね。まあもちろん問題なくしっかり水は弾いてますね。いいですね。また再度雨降ってきたので、サイド部分を閉じていきますね。で、雨が強くなってくるようだったら、この上ですね、天窓の部分のメッシュも閉じていこうかなっていう感じです。痛いよ。パパ痛いでしょ。パパと今日遊んでくれる。よかった。嬉しい。俺くんは嬉しい。嬉しい。なんで入るの？
あ、そうそうそう、あのここのね、上に開けちゃってるから。いやー、実にかっこいいですね。語り尽くせないぐらいのかっこよさありますね。もっと表現できないですね。表現できないかっこよさがあるんで、ぜひ実物見ていただきたいんですけど、今回この天秤シェルターだけ提供いただいたんで、本当はオプションでインナーテントだったりとか、さらにこの上からルーフシートっていうのもあるんですけど、本当にこれ人気商品だったんで、もうなんとかこの天秤シェルターだけ、納品いただいたっていう感じだったんで、今回は、まあ、シェルターって使い方になるので、ここにあのキャンプ道具というか、まあタープ的な使い方でいこうかなと思ってますので、そこに椅子配置したりとか、調理器具とかを置いて中でこう、まあ、過ごすっていう空間として使ってみたいと思うので、ちょっと最後に今持ってるファミリー向けというか、僕が使ってる道具でファミリー向けにちょっとレイアウトしていきますので、そこをやらせていただこうかなと思ってます。ではありますが、レイアウトはこんな感じですね。あ、これ家族3人ですね。2歳の子供がいて、息子がいて、僕ら夫婦がいるっていう感じの状態ですけど、まあめちゃくちゃ広いですよね。余裕を持っていけそうかなって思っていて、真ん中ら辺を、まあ、座るスペースで、前方を調理スペースにして、奥とかを、まあ、キャンプ道具置くとか、冷蔵庫置くとか、クーラーボックス置くとか、そんな感じの構造にしようと思ってるんですけど、めちゃくちゃ余裕ありますよね。朝ですね。おはようございます。昨日の夜落ち着いた後に改めてちょっと綺麗にレイアウト考えて、こんな感じでテンビルの中をレイアウトしました。いいですね。サイドのメッシュから入る、綺麗です。まあ前方に焚き火台をこういう感じで置いて、あ、これスノーピークの焚き火台なんですけど、で後ろがリビングスペースっていう感じの使い方で考えてます。でチェアをサイドに置いて、こっちにも置いて、3つ椅子置いて、真ん中にテーブルっていう感じですね。テーブルの高さはこれすごいローチェアなんで、もう本当に高さ的には30センチないかな、25センチぐらいの鉄のローチェアっていう感じの組み合わせになってますね。こんな感じで空間が広いんで、中でもしっかり余裕持って動けますし、ここで座っていくと、こっちのサイドは一応ランタンとか置いてますね。だからランタンは最終的にこのところに配置しようと思ってるんです。現状ここに置いてます。で、ウォータータンクがあって、で奥のスペースはクーラーボックスだったりとか、まあ、その他もろもろが入っているもの、化学色を基調にいつも使ってるアイテムが多いですけど、ここにまとめます。で後方のパネル、メッシュのところは一回閉じてますね。夜だったんで一回閉じてます。両サイドのところ、こっちはコンテナですね。コンテナを置いてますね。分物の椅子にコンテナを置いてます。で、中は調理器具とか結構入ってますね、今回は。で、こっちは調理スペースですね。僕が料理することすごい多いと思うんで、外のレギュレーターストーブを実は2つつけて、なんか Amazon で買ったテーブルみたいなのがこれ組み合わせると、こんな感じで安定して使えるので、調理するところを2つ作ってます。ちょっとあの本当に大きい机がないので分けてやるような感じになってるんですけど、これはこれでかっこいいかなと思ってます。Your name I keep calling. Heartaches forgotten when you lie with me. Down in the holler, in mansion or squalor. Martha, where you are is where I'll be.
ライティングのレイアウトですけど、天秤のこの前を開けたところにゴールゼロをサイドに垂らしていてっていう感じですね。ちょっと夜つけてみたんですけど、この感じすごい良かったんで採用してます。で、中入るとハンギングベルトがあるんですけど、真ん中のところにクレームはしっかり光量を担保できるような大きめの LED ランタンを入れてます。で、よく見えるかわかんないですけど、サイドにレッドレンズあるんですね。なんでライトはこう奥行きを感じるような感じの構造にしていますので、まあ、これができるのも多分天秤の魅力なのかなと思ってます。こうライトの配置いろいろ楽しめそうですよね。正解は見出してないですけど、これでちょっと夜ライトつけてみようかなと思ってます。やばい、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 これ見てごらん、綺麗だよ、ライトが出て、あ、綺麗。触られちゃダメだからね、それ危ないから、熱いんだよ。綺麗、綺麗だよ。いしょ、何これ、よいしょ、おー、快適だ。いいですね、やっぱ上から見えるメッシュのところから見える風景はすごい綺麗だし、今日気温がだいたい23度、4度ぐらいなんですよ。ちょっと標高高いところの避暑地に来てるんで、今9月の後半ですけど、まあ、全然涼しいかなってところで、設営したり動画撮ったりするんで暑かったんですけど、実際この気温でこの通気性であればめちゃくちゃ快適だし、今座ってみて本当思うんですけど、広いっすね。この空間の中で過ごせるっていうとやっぱり幸せだなと思いますし、普段ソロでソロベースとかこじんまりとしたところで生活している人間からしたらめちゃくちゃ広く感じますし、安心感もすごいありますよね。はい。でやっぱ生地もいいし、色味も最高だし、本当自分のこのキャンプギアの色味にすごい合うなと改めて多分こう動画の中でも伝わってるんじゃないかなと思うんで、まあ、そのあたりそのキャンプで過ごすシーンっていうのをまた撮っていきたいと思ってますので、そこはまた別動画にしたいと思います。今回は本当に徹底的にこう開封から設営でちょっとしたこういうレイアウトまでやってみて、でファーストインプレッションの感想っていうところはあるんですけど、本当に僕がインスタで見たイメージ通り最高なテントですね。本当にこれは家族でしっかり使っていきたいなと思いますし、なんかソロでも使ってもちょっと贅沢かもしれないですけど、冬場なんかはコット敷いてこの中で過ごすっていうのもすごいいいかなと思いますんで、まあ、ソロでも本当贅沢ですけど使っていただけると思いますので、ソロからデュオ、ファミリーまで様々な方に使っていただける最高にかっこいいテントだと思います。機能がいいだけじゃないです、本当にかっこいいです。実物を見ていただきたいですっていうぐらいも大満足なテントです。これがこういうちょっとこう森の中から埋もれた感じで見てもめっちゃかっこいいですよね。やっぱり後ろのシルエットもめちゃくちゃ美しいですよね。ほんともっと早く綺麗に貼れればと思うんですけど、初貼りなんでちょっとご了承ください。でも綺麗ですね、ちょうど朝日が入り込んでるこの光の感じもいいです。 I'm calling